ラジエーションハウス僕見てないんですよね。でも、ちょっとね、話題にはなってんですかね。ラジハ。本田翼。予告詐欺に怒りだそうです。久保田正孝さんなんですね、主演してるのはね、ラジエーションハウスね。ドラマラジエーションハウス2、放射線科の診断レポート、フジテレビ系の第5話が放送され、この回で、11月1日か、の回で、予告詐欺があったとしてツッコミが続出だそうです。2019年9月期月9として放送された、久保田正孝ラジエーションハウスの続編となる同作、主人公の天才放射線師、五十嵐、久保田が、放射線科医で五十嵐の人知れず思いを寄せる、天春っていうんですかね。これで本田翼さんがね、バスサーが出てるんですね。で、五十嵐に密かに恋心を抱く広瀬優乃。まあ、これは本当、広瀬って名前なんですけど、広瀬アリスさんなんですね。で、部下思いの放射線技師長、小野寺。これは遠藤憲一さん。ドクター X にも遠藤さん出てますよね。遠見ね。個性的なメンバーと力を合わせて見えない病を見つけ出していくと。まあ、放射線ですかね。そういうやつですよね。で、第5話では技師長の小野寺が院長より人件費削減のため、技師の中から早期退職者を1名選ぶように命じられる。小野寺はそれを拒否し、他のことならどんなことでもやるので考え直してほしいと訴えた。そこで、院長から言い渡されたのが、セレブをターゲットに高いサービスを提供するプレミアム人間ドッグ。なるほど。の導入と。で、小野寺、五十嵐、天春、広瀬らはプレミアム人間ドッグを運営する帝光クリニックの見学に向かう。1泊2日で温泉付き高級旅館ということもあって、事情を知らない小野寺以外のメンバーはウキウキしながら見学に向かい、施設を堪能したと。で、ネット上で批判を受けているのは、温泉街と宣伝されたにもかかわらず、天春と広瀬の入浴シーンはね、要はバスツアーと広瀬アリスの入浴シーンが温泉なのになかった。それでみんなが怒ってるってことですね。浴衣で足湯に入るだけだったこと。まあ、それでは色気がないですよね。期待外れの足湯シーンにネット掲示板などでは、足湯とか舐めてるな、なんで足湯なんで、ふざけんな、どうせならバスアートアリスの入浴シーン出せよ。まあね、そこだったら視聴率稼げますよね。こんだけかよ、予告詐欺だといった声が。また同クールに放送されている、ドクター X 外科医大門未知子は、米倉が恒例の大胆な入浴シーンを披露していることもあり、米倉両方ですらしてるのにという声もあった。これは米倉さんのも定番ですからね、お風呂入ってんのはね。とはいえ、視聴率は相変わらず好調。下手なお色気に頼らなくても、十分であるようだ。なるほど。ラジエーションハウスは視聴率がいいの？いくつあるんだろう。10%以上いってるんですね。第1話は11.3ですね。第4話が10.6。第5話は11.1。あ、結構いいですね。バスサーが出てるやつにしてはかなりいいんじゃないですか、これは。結構ね、バスサーは爆死が続いてたんで、それにしてはラジエーションハウスはね、ずっと10%を超えてるということは、これはね、足湯だけじゃない方がね、良かったかもしれないですね。まあ、そんな感じです。ではでは。